吉田さん車楽しみですよ、ね、でその見てもない車を買うのって一見勇気がいるようなことですけどもやっぱり BMW っていう車のね信用とかそれから最近は動画ですとかも見れますしまあなんかねいきなりポカー踏むことはないだろうってこともあります最近はどんな車もまあ外れはないですしね昔もなかったのかもしれませんけども特にブランドがある、ね、数百万もする車ともなると それもいろんな人が見てますからね商品にしていいものかどうかってもそれはいいのが来るでしょう本当楽しみですねであの複雑な車でもどこにどんな部品をつければいいのかどこにどういうふうな仕組みを持ってくればいいのかってことがあるわけですよねそれを学んでさえすれば1台の車をみんなで作ることができると思うんですよつまり儲けることができるわけなんですよね ビジネスってのはそういうことなんじゃないかなと思うんですよ。だってね商品の作り方を学べば商品作れるようになるし集客の仕方を学べば集客できるようになるしセールスを学べばセールスができるようになるんですよね。でつまり商品作って集客して売るこの3つ以外にビジネスに必要な要素ってのはないわけなんですよね。となるとやることってすごく限定的なんですけどもそのやるべきことをやらない人はいつまでたっても売り上げが立たないってことになりますし まあ本当に当たり前のことをやるだけですよね、うん、あの私ね50歳にはボクサーとしてデビューしたいなと思って親父ボクサーっていう枠があるらしいんですけどもあの、まあ、そこにもやっぱりね体力的に無理な人は参加できないわけですよじゃあどういった基準で親父ボクサーとして、まあ、承認されるのかってことを知ってそれを身につければ誰でもなれるわけですよねでもそういうのを知らなければ身につけようがないからなれないってことになります知っていていも それれれを怠ればななななないといととうこりりままますすよよね。ね。つまり全部一緒なんだろうなと思いますよ、ね、どうやればそうなるのかどうやれば売上があるのかをどうやったら金持ちになるのかを知ってそしてその知った内容をちゃんと実行すれば、まあ、高い確率でなるんじゃないかなと思いますしそれがいわゆる再現性ってやつですよねあのみんなの銀行ってアプリも難しいことじゃないんですよみんなの銀行ちょっと開けてみますよみんなの銀行ポッと開けますよね やり方を知ってるわけですよ、多くの方。知らないんだったらしょうがないですけども、知っていたらそれをやるだけで、あ、3000入ってました。おかげさまで3000入ってますね、今日はね。これは知ってるからやっただけなんですよ。まさに。3000移動しとこう。やること一緒ですよ。で、私の場合は直接の知り合いがいないんで、不確定要素の高いインターネットに動画を作る。 ぐらいしかないんですけども多くの方お勤めされてるんだよ,よね会社に勤めてらっしゃるんで会社に勤めてる人って収入欲しいわけじゃないですかこんなの飛びついてくれると思いますから私もねどっかにバイトに入ってでバイトの同僚とかにみんなの銀行ってあるよみたいなの知らせたりねセルフバックってあるよって知らせたらむちゃくちゃヒーローになれるような気がしますよねどうですかね <laughs> なんかなんかね時給を取りに行ったらあまり儲かんないけども 自分のそっかのセールスをしにバイトに行くんだったら儲かれるような気がしますね。いっってらっしゃい